ABC ユニバーサルラジオプレイリストラジプレ。改めましてアニメ音楽ライターの住川隆一です。ベダです。はい、というわけでございまして、ここからですね、YouTube 限定コーナーでございます。まずは NBC ユニバーサルの新婦情報を改めてこの方にご紹介していただきます。はい、中西です。よ、トレーダー。分散投資がいい。何それ、かっこいい。一つのところにね、やっぱ投資するようにいろんなところで投資してリスクをね、ヘッジです。そうや、通常攻撃が全体攻撃みたいになってる。何事もでございます。なるほどね。まあ、我々もね。でも本当これで僕が来なくなったら壁で失敗した。電車賃がいいんだ。やばいな、俺ちょっとマジ本当気をつけないそれ。結構頻繁に連絡しとこう。元気っすかっつって。さあ、という中西さんでございますが、新婦情報じゃあお願いします。はい、じゃあ、新婦情報をお伝えします。まずはですね、発売中のタイトルですけれども、ルチェ・トゥインクル・ウィンクのインポッシブル。こちらテレビアニメ、例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語のエンディングテーマになっております。はい、こちらですね、まあ発売して、すごくチャートアクションがおかげさまで、はい、たくさんのお客様にご愛顧いただいて、非常にチャートアクションがよく、ビルボードチャートでは、まあ、デイリーですけどもシングルチャートで1位。すごいすごい、よかったね。なんでファンのこう、なんていうんですかね、こう結束力というか、愛情の強さがね、ものすごく数字として出たなという感じで、NBC 社内でも沸き立っております。沸き立ってたね、ありがとうございます。で、次が4月の21日こちらも前編の方でですね、ちょっとお話出ましたけども、山崎遥さんの ミニアルバムミステールですね、こちらも、が4月21日発売になります。はい、でこれ次がこの回で初めて話す、情報ですかね、5月の26日発売です。森中和樹ミーツトリニティの絆レール、テレビアニメ、新幹線変形ロボシンカリオン Z のエンディングテーマになっております。まあ知る人ぞ、もう知る人ぞじゃない、もうめちゃめちゃ有名ですね。そうですね、はい、VTuber の、はい、森中和樹さんと、3人組のユニットトリンティ、これちらも VTuber のユニットですけれども、こちらが、まあコラボといいますか、一緒になって歌う、絆レールですね。すげえ、シンカリオンだ。まあ、発表したら、すごい、すごかったです、ツイッターの、ね、反応とか、やっぱりね、今。VTuber の方の影響力っていう、まあすごいっすよね。そうですね。だし、もともとやっぱシンカリオンがすごい人気アニメなんで、そういったでもコラボっていう部分ではちょっとこれビッグネーム同士といいますかね。そうですね、これは非常に気になる。はい、なんでこの後5月発売ってこともあるんで、これからねどんどん情報が、はい、出ていくと思いますので、チェックの方よろしくお願いします。はい、ということでね、春先のねこちら NBC のこちらリリースもぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。それでは今回もこちらのコーナー行ってみましょう。 NBC ユニバーサルレジェンドディスク。張ったね、随分ね。今いいエコー聞こえてるいいですというわけでございまして、このコーナーでは番組が選んだ NBC のアニメミュージックの過去の名場についてお話ししていきます。はい、というわけで本日の1枚はこちらになります。桂日奈菊スターリング伊藤静香ひな、もう私止まれない。あー、来ました。ここであの前振りが来るわけだ。そうなんです、もうリングヒットアドベンチャーで、はい、大変お世話になってます。伊藤静香という名前を何回言ったかと。そうですね、だって僕が選んだわけじゃないですけど、このアルバムね、もちろんこのレーベルさんの方で。あ、違うの。そうだ、レーベルさんの方で中西さんが選んでくれたんです。完璧に俺は住川さんが選んで私、まあね、まあ、俺が選んでもねっていう話。まあでも今回はね、ちょっと僕も悩んで、どうしようかな、どうしようかなと思いつつ、皆さんとちょっと相談して、はい、でまあね、これまでアーティストさんのアルバムが続いてたから、うん、まあ、キャラクターソングをね、一つピックアップするのもありなんじゃないかという切り口で、はい、まあ季節柄というか、まあ、春、の時期に合わせて、そうですね、すごく合うアルバムじゃないかなということでピックアップしました。うん、そうですね、こちら Spotify になるけども、Spotify の、プレイリスト、我々が作ってるプレイリストの方で3月3日に更新したもので、
桂ひなぎくんのねベスト的なプレイリストを作らせて、うん、まあ3月3日がひなのひなぎくんの誕生日なんで、うん、ひな祭り祭りということでね、うん、やらせていただいたわけですけども、改めましてこの桂ひなぎくん、伊藤静香さん演じる桂ひなぎくんですけども、羽田健次郎先生の、こちら原作に、漫画作早手のごとく大人気作でありますし、 NBC さんからはまあとにかくアニメ化がそうですね、すごいシーズンやってましたからね。確かにね。だって第1期朝でやってますもんね。そうね。朝やってました。やってました。見てた俺。リアルタイムに。そう。オープニングコトコさんね。はいはいはい。そうですね。アイブの面だから川田さんもゲットマイウェイとかね。ね。歌ったりとかすごくその辺ありましたよね。うん、そう。その後2期3期4期とねこうどんどん続いていってって本当にすごい長い。ザシーズンとなった早手、のごとくですけども、その早手のごとくに登場するのが桂ひなぎくという、まあ、ピンク色のね、可愛らしい女の子ですね、はい、でございますけども、まあ、いわゆる何でしょう、生徒会長で、はい、何でもできる万能型といいますか、はい、それで非常にまあ人気も高い、はい、でもちょっと恋には奥手だったりするような、ね、はい、いいね、その説明いいね、早手君に対してちょっとまあ淡い気持ちを抱きながらこのモヤモヤしてるっていうね、まあキャラクターで、まあ、これがまあこのキャラクター説明がないとこのアルバムのね良さをねちょっと伝えきれないので、そうですね、そうというのでそれがさやっぱりアニソンだよね、うん、そのやっぱ作中があっての、そう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 、うん、というね、ひなぎくなんですけども、これもともとこちらキャラクターソングシリーズみたいのが、はい、早手のごとくで出てたんですよね、はい、出てましたね、その中で一つ、まあ、パワーオブフラワーという、はい、こちらの早手のごとくキャラクター CD4 か、はい、というので、まあ、デビューといいますか、そこで、まあ、いろんなキャラクターと同じように CD を出してたんですけども、そこから発展してといいますか、こうしてアルバム、まあ、新曲などを入れつつ、うん、アルバムを作ってしまったっていうね、すごいですね、これがまたちょっと、まあ、ある種そういった登場あのアニメの登場キャラクターが、うん、アーティスト活動じゃないですけども、うんうんうん、歌を出して CD 出してアルバムを出してっていうのもあるんですけど、このひなぎくに関しては、まあ言うなれば、かえてくんとなぎちゃんという、このまあ、あのいわゆる主人公のヒロインっていう立ち回りがない、うん、ちょっと、まあ、言うたらもう一人のヒロインだったりとか、その立ち位置的にはいわゆる主役級ではないんですが、すごいやっぱ人気がものすごくて、そうですね、しかも、まあ、このヒナを含めて3枚も出してますからね、そうなんです、全部ね3枚アルバム出してるので、まあ、なかなか例を見ないというかですね、そうそう、なので、まあ、もちろんね、それっていうのはもちろんひなぎくんの人気もありますし、演じる伊藤静香さんの歌唱力ですよね、確かに、この人は本当に歌がうまい、うん、いやまあもうね、とにかく歌もうまいし、まあ、本当にそういった、もちろん演技はもちろんですけども、はい、っていうところも含めて、うん、非常に、まあ、こういった音楽作品、音楽制作っていう部分に関しては、もちろんうってつけの声優さんでもあるっていうものもあります、うん、というこのひなっていうアルバムの、まあ、一つの魅力のポイントなんですけど、もう一個、まあ、これがまあ結構でかい、このファーストアルバムのひなに関しては結構これがトピックとして大きいんじゃないかっていう部分があるのが、うん、多くの楽曲を手掛けているのが作曲家田中康平先生、いや素晴らしい、ゴージャス、もう、桜大戦であったりとか、うん、トップを狙いであったりとか、はい、例えばその、ジョジョだったりとかね、はい、もうとにかくもういろんなアニソンを手掛けてきて、まあ、いわゆる現代最高峰のはい、アニソン、アニメ楽曲作家の一人で言いましょう、康、はい、平先生が結構多く手掛けておりまして、ねうん、1,2,3,4,5,6曲か、10曲中6曲手掛けて、このパワーオブフラワーもね、デビュー曲もそうなんですけども、うん、割とそのやっぱ田中康平先生の、こちらポイントとしては、もちろんやっぱり皆さんがよく知るようなもう耳なじみのいいメロディーであったり、その歌メロの良さでもあったり、まあ、結構編曲は康平先生最近も含めて割と、いろんな方にお任せしたりとかするんですけど、まあ、多分だいぶもうあのサウンドの作り方っていうのも康平先生の中にはやっぱあって、うん、そういった部分ですごく聞きやすい、まあ、いわゆるポップミュージックとしてものすごく出来がいいんですよ、うんうん、なるほど、このねやっぱね康平先生の歌、いわゆる田中康平節、うん、っていうのは本当に、まあ、その聞きやすいメロディー、歌いやすいメロディーっていう部分と、うん、あの伊藤静香さんの声が合わさるというね、この、ね、良さがあるんですけども、まあ、パワーオブフラワーから始まったりとかですね、うん、愛と情熱の体の前だった、これはもう、もろこれはもう田中康平節ですね、あ、まあ、こういう、まあ、桜大戦とかでもこういう曲、これは素晴らしい、あとね、100点満点なんかじゃない、うん、
これもね、あの編曲根岸さんではあるんですけど、うん、これもね、割と田中康平先生節といいますか、昔80年代かなとかに作ったアッセンブリインサートっていう、あの康平先生が編曲された曲とかあるんですけど、はい、もろあのこのいわゆるブラスがバチンって高速で入ってくるような、はいはい、こういった楽曲っていうのはまさに康平先生らしさっていう感じ。なるほどね、これもまたいいですしね、うん、そうっていうのもあって、まあ、そういった楽曲サウンド面でもこれはもう本当にピカイチなアルバムですっていうのと、であともう一個やっぱりこれも外せない、はい、まあ、全10曲中、うん、まあ、これほぼ全部と言っていいですよね。そうですね、1曲ノーティスという曲で伊藤静香さんが、うん、作詞をしてるんですが、この、うん、もう含めてなんですけども、全曲を手掛けている熊野清美さん来た、我々の俺たちの熊清ですよ、ね、略して熊清、はい、NBC とはもう本当切っても切れない。そう、本当ね、方がまあ本当にさまざまなキャラクターソングをね主に歌ったりとかしますけども、うん、歌詞を手掛けられていたりとか、うん、まあ、こちらねいわゆる女の子、ものだったりもそうです、まあ、そうですし、うん、男性ものね、うん、でも多く手掛けてスタミナだったりとかそうですけどね、うん、手掛けられたりする本当にとにかく、大作家でございます。そう、本当いっぱい作詞してもらってるよね、うん、そうですよ、もう俺何曲もキャラソン表に出してない制作時代でも熊野さんに何曲も世話になってる、うんうん、そうですね、まあ、懐かしいところで言うといちごマシュマロだったりとかそうですし、はい、まあ、NBC 的にはね大大大アンセムのハッピーニューニアとかね、でもなんかすごい前のね、僕もその熊野さんにお仕事をご一緒するときあるんですけど、うん、言葉選び の、 その、はい、センスも含めてです、うん、まあよく出てくるなぁ、ね、でも作品の理解度高いよね。そうなんですよ、割とそういったトリッキーな曲だったりとか、うん、あのコミカルなキャラソンだったりとかもできるし、うん、例えばちょっとシリアスなものであったりとか、うん、あの音のものだし、特に今回のそのヒナというアルバムに関しては、うん、先ほどその冒頭で述べましたその桂雛菊という人間性、はいはい、彼女がそういった万能なんだけど、まさに曲芸にある通り100点満点な子なんだけど、うん、でも実はねっていう、うん、こういった裏の部分であったりとか、はいはいはい、うん、そのまあ恋に対してのそういった臆病な自分であったりとかっていうのをさらけ出したような歌詞っていうものが、うん、今回すごくこの作品には出ていて、うん、それが恋愛だったり友情だったりとか、そういった学校生活であったりとか、うん、そういった部分をですねどんどんやっぱりこのプロファイリングしていくといいますか、うん、ここがやっぱあのいろんな作品ありますけど、やっぱ熊野さんのこの魅力ってやっぱそういうところなんじゃないかなっていう、うん、プロファイリングね、うん、このやっぱキャラクターのやっぱその理解度であったり掘り下げ度っていうのは本当に素晴らしいなっていうのがあるんですけども、でそれでねちょっと今回のアルバムっていうところですと、はいはい、本当にまあこれ1枚通してぜひ聴いていただきたい部分もあるんですけど、うん、はい、特にですね僕はもうこれ何千回聴いたかっていうぐらいのものですけど、うん、9曲目、明日の私といういい、ね、ピアノね、でこうピアノのバックに、はい、こちらひなぎくがしっとり歌うバラードがあって、うん、これはまあちょっと小曲みたいな形になって、うん、そこからの流れで10曲目の最後のハートオブフラワーという、はい、この歴史的名曲、うん、ここに流れ込む展開が本当素晴らしくてですね、うんうんうん、このやっぱどちらも、まあ、バラード調の曲で、田中康平先生の、いわゆるメロディーがさえ渡り、うん、そして、こちら伊藤静香さんのいわゆる情感豊かなこのボーカルが聴かれるっていう、ここらしいね、なんか曲の順番もやっぱなんか、うん、最初は割とアッパーな曲が多い中で、はい、だんだんこうひなぎくの内面性がこう、ね、出てくる、で自分も10曲目のこのねもう気持ちを吐露しているようなもうね、そうだから割とそのキャラクターソングもで結構ここまで割とそのアーティスト性作家性に迫るような作りっていうのは、うん、あんまり実はなかったりするもんなんですよね、うん、割とそのキャラクターのそういった晴れな部分であったりとか、うん、そうだね、どっちかきっとね、うんうん、部分があったりするんですけど、割とこの1枚のアルバムの中で本当にそのひなぎくが、アーティストとして活動してるっていうように見えるようなの見せ方というか、素晴らしいアルバムです。これ本当にまあひな、こちら2009年に出たアルバムですけども、はい、それ以降もねひな2、3と、うん、全部いいですかこれ、ね、とにかく全部素晴らしい。本当これを機にまあ本当ね音楽配信ねサービスいっぱいあるんで、うんうん、本当に聴いていただきたいなっていうのは、ね、やっぱもうでまあ本当にねそういうひなの一番最初のアルバムっていう意味では、はい、まずこれを聴いていただいて、うん、で2、3と流れていただく聴き方がまあ非常におすすめな気がしますけれどもね。そうですね、今の季節を聴けば
聞きたくなるでしょ。そうですね。いやこれで聞きたくないって言われたらちょっと僕もね自分 の、 あの、うん、仕事としてのね、うん、このコーナーの根幹を揺るがすよ。そう、いやでも気になったよ。9から10の流れはちょっと聞いてみたいなと思ってまず思ったね。ぜひ、うん、本当それこそあの Spotify になりますけども、はい、Spotify の方で桂ひなぎくのあのいわゆるベストプレイリストみたいなのを作ったりしたので、うん、まあ、興味があったらそういった入り口からでもいいですし、このアルバムから、うん、まあ、ぜひねアルバム全体を1から10まで、通して聴いていただくとこの良さがまた分かってくるんじゃないかなと思います。熊野先生もいつもあのプレイリストとかね上げると、はい、リツイートとかコメントをしていただいてね、ありがたい。本当にそうですね。たまにあれだけどね、駐車場から出れなくなっちゃったりしてたけど本当ですよ、そういうエピソードはご本人に、ね、はい、ゲストをお呼びできるようになったのも ね、 そのプロファイリング能力がどっから来るのかと。そうそうそう、あなたにそういう恋愛経験はあるんですか聞いてみたいね。だって生の熊野清美先生からは、はい、そういうの感じないそんないじらしいことあなた思ってますみたいなもうね、我々新橋で熊野さんと飲むときの時のきっかけでは、はい、多分そうじゃないだろうなって思ったりするんですけど、ね、でもねやっぱすごいいろんな多分いろんなことを、うん、考えられたり多分勉強されてとかいろいろサムされてても、ちょっとそういったね作詞術なんていうの聞いてみたいですね。そうだね、うん、なので、ね、ぜひぜひねこれを聞いてる熊野さん、はい、今回だけ聞いてないっていう可能性もあるから聞いてないんかいっつってこんだけ左利きの話してんのにっつって、うん、なので、ぜひぜひね、はい、そういった感じで作家にもねこう注目して、聞いてみてくださいということで、次回以降もいろんな名盤をご紹介していこうと思います。皆さんからのリクエストがあればお答えしようと思いますので、ぜひコメントもよろしくお願いします。以上 NBC レジェンドディスクのコーナーでした。お送りしてきました NBC ユニバーサルラジオプレイリストラジプレ、エンディングのお時間になりました。この番組では皆さんからのコメントをどしどしお待ちしております。ツイッターはハッシュタグラジプレ、 YouTube でお聞きの方はコメント欄もご活用くださいというわけでございます。いやー仕事したね。いやーもうほんとほんとしたした。リュウちゃんやっぱプロだよ。いやいやいや、まあそうですね。もうひなぎくのアルバムとかもうすぐ聞く俺帰ってから。YouTube でねご紹介させていただきましたので、ぜひねこちら皆さん聞いてください。Spotify のねユーザーの方は Spotify でも聞きますからね。ね、聞いていただき。Spotify のプレイリストも良かったな、説明が。あ、春もね。これもだから逆に3月のうちに聞いてほしいからね。3月中に聞いた方がいい。そう、3月中に聞かないとやっぱ、うん、多分まあもちろん全部いい曲ですよ。うん、いい曲なんだけど、さらにその増幅させるには。バイアスがかかる。そう、やっぱね季節のうちに聴いてくってのは、夏の歌もやっぱ夏に聴くのが最高なんだから。そうだよね。うん、言っちゃいんだからそういうのは。はい。というわけでございまして、お知らせごとでございますけども、上田さん。あれ、すみかさんないの？僕はまあ改めてアニメジャパンの話ってかな。うん。ああそっかそっか、血圧が下がったとかさ、体重が落ちたとか。今ちなみに体重何キログラム？体重ですか、うん、今ね98かな。おお0.1 トン切ってんじゃん、うん、切った。まあね、あれ昔 0.1 トン超えてなかったっけ？超えてますよ。だって最大105ぐらいいったのかな。マジか。それが今98、うん、目指すはその何あのウィーじゃなくて20キロは痩せたいですね。伊藤静香さんの声聞きながら78キロまで頑張る。そうですね、まあ、本当にこれで本当に俺が78キロになったら、うん、俺マジ本当に静香さんなんかすげえ高い酒を送るとかね事務所の方に。じゃあさ20キロぐらいの重さのお酒を送ろうよ。でこれが僕の重さですこれそれさよくさ、はい、なんか肥満外来とかであるさ、はい、これが脂肪の大きさですみたいな、よくあれですよ、2キロの脂肪がこれだけでありますっていう感じの手紙にさ、うん、これが僕の脂肪の重さですって言ったら、うわーってなる、キモいってなるうわーってなりますよ、そんな本当ね、もう完全に俺事務所 NC なんですよ、はい、やめましょう、それは、はい、というわけで、はい、じゃあ改めてアニメジャパンですね、うん、今週末3月27日、はい、28日に、オンラインで開催になりますアニメジャパンに行って、私、住川が3月27日15時半、うん、アベマさんで行われる NBC ユニバーサルアニメミュージックミュージックナウで司会を務めてます。ゲストは山崎遥さんです。いい話してますね、ぜひ聞いてください、見てくださいだね、うん、そうですね、ちょっと時間短かったかなと思うのと、うん、やっぱりそのアルバムのネタがあるがゆえにちょっと話せないことがいろいろあったんで。そうなんですね、だから本当、ね、この番組の最後でもラジプレの告知させていただいて、うん、そうだね、その時にも、ね、山崎さんにもしよろしければね、ゲストなぞっていう、でもさ来てくれっかな、
ゲストっつっててまだ俺ら回転数100台よ。あ、3桁ねまだね。そう3桁よ。なプロモーションにも何もなんないよ。今一番多いやつで何再生ぐらいいくんだろう。もう1000とかいってないですか。1000いってますよ。おお4桁いったの。僕らついに、うん、YouTuber としての影響力のあるインフルエンサー。はい、あ、なるほど、1000インフルエンスしてるわけですよ。おじゃあゲスト呼ぼう。おいいでしょもう。それは他の山崎さんの YouTube とか、はい、フリースタイルの YouTube とかするともう運転の差ですよ、はい、それは。なんだけど、ね、我々ちゃんと1000いったと、うん、目標としてまず4桁に達したんだろうな、はい、成長型番組だからこれは。いい表現ですね。そう、うん、成長してるぞ我々も、うん、ローイングアップしながらも、うん、頑張っていこうってことで、じゃあ4桁になったからじゃあゲスト呼びに、ゲスト呼びましょうよ。マジか。誰よ。とりあえずもう一回林さん挟みます。西村さんっていうね声も。いやいやいや、西は最後でいいんだもん。番組終わる時だもん。永遠タレントさんを呼ぶ、ね、我々にとどめを刺しに来てくれて。でもほらこの番組はさ、うん、ね、あの素敵なイラストを見せていただいた、うん、そうでした、野崎さんから始めないとダメでしょ。そうでしたっていうのもあれですけどね。我々でも虎視眈々と、あの、うん、野崎さん出てください出てくださいっていうのはあの、はい、ね、アプローチはしてたんですよね。そうということは、はい、次回の放送、はい、次回の放送でいいのかな、うん、4月7日放送にてゲスト、黒崎真音さん、やった、はい、真音ネギが、うん、来ていただけますよということでございますので、はい、なのでね、はい、まあ、我々もちょっと、ね、万全を期して、そうですよ、挑みたいと思います。初のアーティストさんで清掃してこよ う、 そう、我々の進化問われますから。そうですね、そうですね。あの社内の人間とかじゃなくて、あの、うん、マジであの他社さんとか他事務所さんの、はい、ちゃんとしたタレントさんを連れてくるわけなんで、マジ失礼ないようにしないと。なのでね、ほんとそういった意味では我々もちょっと頑張って気合い入れていこうというわけでございますので、うん、はい、あの聞いてる方々、リスナーの方もね、うん、ぜひ黒崎さん宛てのメッセージ、メッセージって言えばさ、うん、まあ、ツイッターでメッセージって結構つらくね。そうだね。じゃあメールアドを取りましょう。お、送りましょうですね。あとで誰か取って概要欄に、うん、つけといてください。ラジプレイアットマーク的な、うん、チャラカンチャラ、中にしやっておきます。はい、ありがとうございます。じゃあというわけで、概要欄の方にですねメールアドレス貼っときますので、はい、Spotify、YouTube どちらでも、貼ってますので、うん、ぜひあの黒崎さんへの、はい、こちらメッセージ、質問などですね、うん、お送りいただきつつ、うん、まあ、我々にもね、あのぜひ、まあ、皆さんのね、あのそういったご意見、あのメールでもいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、というわけで次回も頑張っていきましょう。はい、次回は4月7日に新作公開予定です。ぜひまた聞いてくださいね。それではここまでのおいでは、住川隆一と上田でした。バイバーイ。